おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。豚こまとんかつにしました。今日はね、レンチンをね活躍させました。人参は斜め薄切りにしてから細切りにするよ。そしたらさ、シリコンスチーマーか耐熱容器に入れて、耐熱容器の時はふんわりラップしてね。これでね、レンチンです。600ワットで2分。各家庭のさ、レンジでちょっと違うから調整してね。で、チンが終わったら、分量はね、これです。これをしっかり和えて、人参サラダの出来上がり。あのポン酢を使ってるけどさ、水気はあれがごまなんけ、すりごまが吸ってくれるから。でね、めちゃくちゃ久しぶりにレンチンハムエッグ、多分1年ぐらいぶりだ。でね、爪楊枝で黄身を5、6箇所穴をね、ツン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 って刺してさ、で塩コショウをシャ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 ッと、でハムで蓋をして、ふんわりラップをして、でね、600ワットで1分から1分20秒。これも各家庭のさ、あれで調整してね。でね、触ってみてさ、真ん中をぷよんぷよんしてなかったら大丈夫だよ。で、夫が大好きな赤ウインナーです。切り込みを入れて、豚こまとんかつを作るよ。分量はこれです。そしたらね、しっかり揉み込むよ。よか風に揉み込まないとさ、途中でばらけたら困るからね。このさ、片栗粉の粉気がなくなるぐらいまでね、しっかり揉み込めば大丈夫。で、バッター液を合わすよ。分量はこれです。で、しっかり混ぜるよ。たださ、お肉を適当な大きさに整えて、なるべくね、平たく薄めがね、いいよ。あの、揚げ時間もほら、短縮できるからね。そしてね、衣付け。バッター液をペロンとつけて、パン粉をまぶして、でキュッキュッてさ、薄くなるように押さえました、私。ちょっとね、今日パン粉が飛び散らかしました。嫌だわ。飛び散らかさないでほしい。そしたらね、ウインナーから焼くよ。もう今日はね、あの、なんだ、お鍋使った。で、ウインナーをね、焼く。もうなるべくさ、洗い物あんまり増やしたくないからね。鍋でもどうせ焼けるんだから、よし。で、カツを揚げるよ。これはね、180度で片面1分半ずつ。で、裏返して、あと1分半。ほんでね、爪楊枝を刺してみてさ、肉汁が透明なら大丈夫。
これで豚こまとんかつの出来上がりです。詰めます。大葉で仕切ってご飯は傾斜をつけてる。そしてね、豚こまとんかつは立てかける感じで詰めるよ。大葉でね仕切ってレンチンハムエッグはね断面が見えるように詰めたらさ、見栄えが良くなるかな。でウインナーをちょんと、で人参サラダはカップに入れて詰めるよ。すりごまがよかんばいにね汁気を吸ってくれるからねいいです。でもう一個、はい、ソーセージじゃなかったウインナーでミニトマトをちょこんと乗っけて、今日はね塩昆布、あの熱中症予防に効いたからね、やっぱな、ほらなんとかの一つ覚え自由でしょう、夏になればねしょっちゅうですで梅干しをちょんと添えて、今日のお弁当の出来上がり。今日はねこんな感じで、もうレンチンで簡単にしちゃった。で材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。